アンサロカーン2007コンベンションのコンシェルジュとしての女性ファースーター、ラッキー雇用で衣装は着ている人の人格を反映させることもある。ファースーツとはファーリーファンダムによる動物のコスチュームである。簡単な作りの尻尾や耳のみをつけるものから電動ファンによる冷却が必要となるフルコスチュームまで及ぶ。マスコットスーツと同様にコスチュームを着る者には別の人格を取り入れることが 認められる。ファースーツは、個人的に楽しむ時や、仕事、チャリティーで着られる。ファースーツは、大抵、ファーリーコンベンションと呼ばれる、ファーリーファンダムによる集会にて売られる。またオンライン上にて、委託販売もしくはオークションによっても販売されている。デリケートな性質のため、ファースーツの洗浄には特別な取り扱いを求められる。ファースーツは、テーマパークや、 ステージショーなどのマスコットキャラクターに匹敵する。コンセプトはコスプレとも似ているが、コスプレという語は主に日本のキャラクターに焦点を当てたものである。ファースーツという語は1993年にロバート・キングによって作られたと信じられているが、人間や無生物のマスコットに対して一般的に動物のマスコットのコスチュームともみなせる。ファースーツはまた、 背景や中心的テーマの一部として、視覚メディアにて重要な役割を担ってきた。ザ・ミステリアス・ワールド・オブ・コスプラ、ラブ・イズ・ウブ・ジシング、ピンマグ。二千八年四月四日閲覧、プラニング、バイイング、カミーシャニング・ザ・コスチューム、ファースト、インフォ。二千八年四月四日閲覧。モス、デイブ、フラフピース、サンタ・フェリポーター、htt ピーフリーポーター。 アーティコルズ、パブリッシュ、カバーマイナス10万1007フラフピース、PHP2008 年4月3日閲覧。リックズ、アダン、クリッターコスミング、アイベクサプレス、PP13、ISBN978 から0967817071。ありがとうございます。